マジックミラーは明るい側からは鏡に見えるが暗い側からは向こうが見えるという用途に使われるビームスプリッターである。ミラーガラスとも透過率と反射率が等しいものはハーフミラーと呼ぶ。マジックミラーは和製英語で英語ではワンウェイミラーなどという。英語でマジックミラーというと魔法の鏡のことである。マジックミラーは 入社した光の一部を反射し、一部を透過させる。これを明るい部屋と暗い部屋の間に置くと、明るい側からの光の一部が反射することによりそちらからは鏡に見え、一部が透過することにより向こう側からは半透明な窓に見える。暗い側からの光も同様に一部が反射し一部が通過しているのだが、光量が少ないため明るい側からの光にかき消されてしまう。 反射膜による物板ガラス、あるいはアクリルなどの有機ガラスに、反射膜をごく薄く形成し、半透明にする。反射膜としては、鈴や銀のメッキや乗着が使われる。反射光と透過光の割合は、反射膜の厚みで調整でき、薄いと透過光が、厚いと反射光が増える。これを非常に厚くし、透過光を例にしたものが、通常の鏡である。鏡同様、 反射膜を保護するために保護層をその上に形成する。ただし、鏡では保護層として不透明な塗装がなされるが、マジックミラーでは光が透過しなければならないので、透明な樹脂塗装をしたり、ガラスの薄板やプラスチックフィルムなど透明な層を接着する。その他変光ガラスを使い、変光の向きにより反射と透過を区別するマジックミラーもある。非偏変の光に対しては、 反射率、透過率は一定だが、一度何かに反射した光は変更しているため、反射率、透過率が変わってくる。ビニムスプリッターにはプリズムを使ったものもあるが、薄板にする必要があるなどの理由で、マジックミラーには適さない。マジックミラーには構造上の表と裏はあるが、光学的な非相反省はほとんどない。つまり、 表からの光に対しても裏からの光に対しても同じように振る舞う。片側からしか向こうが見えないのは、そちら側が暗いためであり、裏返しても見える側と見えない側が入れ替わることはない。漫画や映像作品において、マジックミラーとは、表からは投資でき、裏からは鏡にしか見えないものという誤解が見られるが、あくまで、暗い側からは見えやすく明るい側からは見えにくい。 ガラスなので、そもそも表や裏のあるものではない。特に屋外に面して設置すると、昼と夜で透視できる面が逆転することになる。光を片側だけに通す素材は、光学素子レベルでは存在し、光アイソレータと呼ばれる。自販基本、マジックミラーは入射光の一部を反射し、一部を透過させる性質を持つ。 例えば伝統をつけた明るい部屋と伝統のない暗い部屋をマジックミラーで仕切った場合明るい部屋からマジックミラーを見ても暗い部屋から透過する弱い光に重なって明るい部屋から反射した強い光が目に届くため自分のいる部屋の様子が映った鏡のようにしか見えない逆に暗い部屋からマジックミラーを見たときは 暗い部屋から反射する弱い光に重なって、明るい部屋から透過してくる強い光が目に届くので、マジックミラー越しに明るい部屋の様子が見える。これがマジックミラーの仕組みである。そのため、顔をマジックミラーに近づけて、光を遮るように覗けば、明るい部屋からでも邪魔な反射光が弱くなって、向こう側が見えるようになる。なお、 一般のガラスでも夜になると鏡のように見えることがあるが、これも同じ原理である。マジックミラーと比べて反射する割合は低いものの、入射光の一部を反射して一部を透過させる性質は持っているので、同様の状態になり得る。この場合は当然、暗い外から明るい室内の様子を見ることができる。マジックミラーは一般に明るい環境では鏡にしか見えないが、 マジックミラーを挟んで、暗い側から見ると、鏡の向こう側を鏡越しに見ることができる。この性質を様々な用途に応用している。これは、警察の取調室において、被疑者の面通しのために目撃者に確認してもらうのに用いることがある。またかつては、ドアの覗き窓に用いられたこともある。これは見る側が見られる側に見られないための、 プライバシー保護の意図があってのことで、これにより、被疑者に逆恨みされることなく被害者や目撃者が確認できると考えられている。ミラーグラスサングラスに応用したものは、ミラーグラスと呼ばれる。これは、光の透過量が極めて少なくなるため、強い光から目を守るために利用される。 光を吸収する通常のサングラスでも同様の効果を得られるが特に紫外線など波長が短く目に有害な光線を効率よく遮断することができる。また変光レンズを使った場合は水面での反射光など眩しさのもとになる光を選択的に反射させられる。ミラーグラスではレンズの裏に後方や自分の顔が反射して映り視界の妨げになるので レンズを顔に沿って曲げて伸ばしたり不透明なカバーをつけたりして隙間をなくしレンズの裏側に光が入らないようにしたラップ型サングラスにすることもあるヘルメットのバイザーに用いた場合側面から光線が入るとバイザー内部で光が乱反射するなどして場合によっては一瞬にして前方視界が全く見えなくなる危険性があるこのため 強い紫外線からの防御を優先すべき、宇宙服や航空機用のヘルメット以外ではあまり用いられない。宇宙服の場合、熱と紫外線遮断と同時に、可視光線の透過率を高めるために純金が乗着されている。金は他の金属に比べて遠征が高いため、薄く貼り付けることが可能である。オートバイ用乗車ヘルメットでは、 光の透過率が高いミラーバイザーなどは存在するが、こちらは外から見ると光の反射加減で虹色に見えるなど厳密な意味でのマジックミラーではない。なお放射線防護服では光線ではなく放射線から木や顔を防護するために金属被膜を用いたバイザーも使われるが、これも外から見ると虹色に見える。風景が映り込むミラーガラス中からは風景を見る。 こともできるが、外からは鏡にしか見えない。周囲では、西日が乱反射すると非常に眩しいこともある。窓ガラスのシールとして用いると、内側から見えるが外側からは見えない状況を作り出すことができる。もちろん夜間は、その逆となってしまう。しかし、赤外線を遮断することで、断熱効果もあるため、高層ビルなどでは、ビル装飾と、 省エネルギーなどの観点から利用されているが、鳥が激突する建物の形状によっては、光が集まってしまい焦点に入ってしまった人に、火傷を負わせるなどの弊害がある。ビームスプリッター、例えば光ディスクなど、光学記憶媒体の読み出しでは、媒体表面に照射した半導体レーザーを反射させて、その反射具合で記録された情報を読み出す。この過程で、 ビームスプリッターと呼ばれる分光器の一種が使われるが、これはハーフミラーとも呼ばれる。その一方で、プロジェクタの内部部品として、複数の光源からの映像を合成するために、ハーフミラーと呼ばれる板状の光学部品が使われることもある。こちらは、一方からの光のみ反射させ、直進してきた光線と合成させることで、複数光源による明るい映像を得るために利用される。 プロジェクターやスライド映写機に利用されるコールドミラーと呼ばれるものでは赤外線は透過するが可視光線は反射するという選択性を利用してプロジェクター内の液晶パネルやスライド映写機のフィルムの過剰な温度上昇を防ぐ機能がある。マジックミラーの性質を利用して手品に使用されていた。舞台上のアシスタントに手品氏が呪文を唱えると徐々に骸骨に変わる。 といった類のマジックである。仕組みは、観客からの視覚に骸骨を用意しておき、照明の強弱を利用して合成して見せるものである。今日では、マジックミラーの存在が、それほど珍しくなく、一般にもよく知られているため、あまりそのものとして、見せ物が行われることはないが、これを利用したお化け屋敷の出し物や玩具、あるいは、 視覚効果として利用した博物館の展示物も見られる。ありがとうございます。